いよいよですね、とさっきも話してきたところです、11月1日、次の日曜日に、えー、大阪市廃止4つの特別区を設置するという、まあ、いわゆる大阪都構想ですが、今日は朝日新聞書いておりました、えー、賛否拮抗していると。 毎日新聞などの調査も、まあ、ほんの誤差の範囲ですよね、こうなるとね、えー、さあ、残りあと数日でどちらに触れるのかということなんですけれど、えー、実際ですね、前回2015年の住民投票ではあ、わずかの差ではありましたけれども、反対が多かったと。 それで橋本さんはいなくなくりましたで新たに吉村さんになり松井さんになり、えー、それがひっくり返ったりという中で正直コロナの対応で吉村さんが前へ出てで「爽やか頑張れ吉村寝ろ寝ろ」っていうのはそんだけ頑張る 頑張りすぎやっていうので、だいぶ維新に風が吹いていたように思いますで。そんな中、この11月の段階で住民投票をしていいのかどうなのかっていうことは議論ありましたけど、まあ、あ大きな問題にはならず、いよいよ選挙が行われると、まあ、このままもういきますよね。で、一時期の流れから言うと、その風の吹き方から言うと、このままあ賛成に 前回とは違う結果になるんじゃないかと私は見込んでおりましたがここへ来て反対の声というのがあまあ強くなっているとえ現段階では今賛否を言わずにこの流れだけを言っております後で個人的な話はあもう今日はしますけれどだから最後まで見てくださいでえー まあ、中身もさることながら大、本当は一番大事なんですけど、朝日新聞書いております、前回の住民投票の前に行った3回の世論調査で、いずれも反対多数の傾向であったと。反対する人が多くて、で、実際、まあ、 投票日っていうのはその時のお天気であるとか気温であるとか他の行事との重なり具合であるとかっていうことは当然影響はしてしまうんですけれど事前の世論調査が反対が多くて実際僅差ではあったけれど反対という結果になったのが前回で今回 えー、9月2627日に行われた調査では賛成が多かったそうなんですよどこの調査でも10ポイントぐらい賛成の方が多かったんですねでまあ私が気にしていたのは、えー、前回の選挙は結果的に反対だったわけで、うん、もうまあほぼ五分五分でしたけれど反対だったにもかかわらず 今回、この調査でですね、世論調査をしますと、前回あなたはどちらに投票しましたかって言ったら、賛成に投票してたっていう人の方が多かったんですね。今あなたがどちらですか、賛成ですか、反対ですかと聞いたのではなく、前回どちらに投票しましたか、あるいは行きませんでしたかっていうことを聞いてるわけなので、そこはもう、 考え方が変わるっていうか事実が変わることはありえないわけですけれどそれでもそれでもみんな、うん、反対じゃなくて賛成に投じていたんだと現実と違う結果が今回各種の世論調査では出ているでこれその標本調査って呼ばれるものまあ そのね、1000人や2000人ぐらいの規模で、そんな正確な数字が分かるんですかと、まあ、素人考えでは思うんですけど、でも、標本調査的なところで言うと、まあ、まあ、ある種十分な資料なわけですね。そんなに大きな誤差はないんだということです。うん。うなので、そこまで差が出えへんはずなんですよ。ということは、集団で、 嘘をついていてる前回は本当は反対に投票したのに今回はあの賛成に転じて前回も賛成に入れてたんやっていうふうに言っている人が結構多いのではないかというのが私の分析なんですね。というのは結局コロナがあって吉村さん頑張れ。 まあ松井さんはどうかと思うけどっていうふうな中で、えー、維新まあ橋本さんの時のあのインパクトはもうないにしても、うん、何か変えてくれる今現状しんどいことがいろんな意味であるならば託してみようかっていう風が吹いていたまあ今もいるその風速がどのぐらいかっていうところですよねで。あと数日でどう変わるのか で一方で反対派である、まあ、自民党も市議団と府議団で違いますし公明党も当初は反対していましたが今はコロッと変わって上は維新と一緒にやれって言ってますが下の人らええー、そんなに言うても維新にどんなきた口汚く罵しられてたんだっていうような現場の声もある、まあ、そこで動きが鈍いっていうところがある、まあ、その辺のところが 一通りのおさらいの部分です。で、まあ、どうしますかと、まあ、決めましょうということですよね。えー、まあ、自分がどの政党を支持しているから、そこがそうしなさいというから、入れますっていうのも一つの考え方ではありますし、そうではなくて、自分は自分の考えで、自分で情報を得て、うん、やるんです。僕はまあ、それがとても大事なスタンスだ。 といいう,うに思いますそれはどんなことであろうか僕のスタンスはそういうことですでまああの風も死もトップが維新ですから、うん、あ当然のことながらあーいわゆる大阪都構想を進めようとしていますそれに対して反対する人たちの声もありながらですね まるで安倍さんや菅さんがやってきているように、まあ、人事も握ってますから、そこで、えー、そのお役所は動かそうとするわけですね。反対の声が上げにくいという状況を正直作ってはいます。大阪市が出しています、いわゆる大阪都構想について、なぜやるのか。 一体それはどういうものなのかメリットデメリットはっていうページがありますうー質問1なぜ特別区いわゆる大阪都構想が必要であるのかということについて書いてあります読み上げます大阪の成長のスピードアップを図るとともに住民に身近な行政の充実を図るためには大阪府大阪市を再編することで 広域行政は大阪府へ一元化し大阪市をなくして基礎自治体として4つの特別区の設置が必要と考えています大阪府と大阪市では東京一極集中や生産年齢人口の減少超高齢社会の到来など大阪が抱える課題解決に向け大阪の成長発展に向けて取り組んできましたがかつては相乗効果が発揮できず 二重行政が発生するなど大阪の強みを十分に活かしきれていませんでした。現在は知事、市長の方針が一致することで連携が強化され、万博開催準備やインフラ整備など大阪の成長への流れが生まれています。今後、この成長の流れを止めることなく、また成長の果実を住民の皆さんに還元していくため、大阪の成長をよりスピーディーに進める体制づくりと、 住民に身近なことは身近で決めることができる仕組みづくりが必要です。このため、大阪府と大阪市では、広域行政の司令塔を大阪府に一元化するとともに、住民に近い特別区を設置する特別区制度いわゆる大阪都構想の実現に向け取り組んでいます。ということです。もう私も一度、橋本さんの講演会のですね、司会をさせて もらいまして。まあ、縦板に水の風刺合わせて節合わせの話を聞いたことがあります。まあね、お話は上手ですからね。うんえー、日本大阪市が難航に立ててる。ビルとそれからあリンクタウンに建てている。大阪府のビルが高さを競っていたっていうような話。 まあ、あの時期は大阪府と大阪市だけじゃなくっていろんなところがやってたわけですけどねそれが良し悪しでいいとは言いませんけれど大阪固有の問題ではないですし、うんまあ、そんなん言うとともに、えー、東南海地震があって津波があったらあかんところに立ててるわけですから、えー、本当はそっちの方が大問題だと思いますけど。 あるいは鶴見緑地線がなぜ大阪府庁の方に京橋から回らなかったのか何で森の宮の方へ行くのかっていうと橋本さんが言うにはですよ橋本さんが言うにはあ当時の大阪市営地下鉄今の大阪メトロがあ大阪府に対して意地悪をして府庁の人間が雨の日に 地下鉄の駅からそのまま上がるのは尺だからあしなかったってなことを言って会場を沸かしていくなんてことで不死が違う方向を向いて、えー、あかんと不幸せだということを言ってますただまあその時から比べるともうその状況は変わってますわね、えー まあその平松さん先輩ですが,がその役人に牛耳られていた市役所でですねうんまあ釣り上げられてさあ何してたんですかとかいう問題も確かにかつてあったと思いますしえ京都大学の土木の人たちが入ってきてっていうそこを牛耳ってるとかっていうようなことももちろん 問題はあるかと思いますけれど、二重行政の解消っていうことについて、それが大阪市廃止と直接つながるんですかっていうことで言うと、やっぱりここに来てあれって思う人が増えているんじゃないかなと私はそう思います。まあ、して今両方とも二重行政にならないように両方のトップが維新でねまさに維新電信やってはるん。 で,すから、うん、でそれがうまいこと言ってたらあ吉村さんなのか松井さんなのかどうか分かりませんけどそれが評価され続けるんであればあ別に大阪市を廃止していなくても二重行政のないようにっていう今のその手を携えたことはやっていけるんちゃいますのと、うん、学級委員レベルの私でも思いますね。うん あと成長。そのなかなか成長していけないっていうのは、まあ、東京もまた別の意味の問題はありますけど、地方はどこも抱えております。その名古屋であったり、愛知県との GDP の比較とかっていうのは分かりやすいところですから、みんなそこへ飛びついたり、自尊心のところにひやついたりもしますけれど、その大阪が成長したい、 みんなの暮らしが豊かになりたいっていうことと、大阪市を廃止するっていうこと。まあ、情緒的な大阪市上東区出身の人間としては、そういう部分もありますけれど、うん、そして、えー、住所が変わったら、その封筒から何から、うん、もう一回作り直さなあかんとかっていうようなハンコからそうですけれど、そういう問題は置いといても、 その成長につながるんですかってなるとあれと思いますね。うん、それとこれとは別問題だろうと。そして、えー、新しい特別区になった時に、えー、その資産もの金額もですね都合のいいものが出ているっていうふうな印象を私は思いますけれどお絶対お金がかかるのはかかるんですよ。うん まず分割するということに対してお金はかかりますしそしてそのランニングこそ的にもかかるかといって税収が増えるわけでもないいやまあ、そ成長すればとおっしゃるかもしれませんけれど国からのお金であったりとかいろんなことを考えると大阪市の持つお金というものは減るのでそうなるといわゆる住民サービスに費やせるお金が減る。 サービスが低下するというのはまあ自然のことですよね。さあ, <laughs> さ,あさあそこでいや、もちろん大阪市の抱える問題、大阪府の抱える問題、いろいろとあります。ありますけれど、その大阪市を廃止すればバラ色の未来かっていうと、もうそのようには僕は思えないです。そして、まあ、今日は、まあ こののビルのですね役員会もあって私はそ役員もしてますからそういう意味で会社だけじゃなくってこのエリアがどうあるべきか今後っていうようなことについても大阪市が今のままであるのかそうでないのかっていうことは絡んできますんで、えー、松井市長が大阪のことは分からへん大阪市民でもない人間がそんなこと言われたないとかって言い放つ人に任せてていいのか いいうふうには思いますね、うんまあ、政治の話を日常の会話に持ち出してしまうと人間関係を悪化させてしまったり家族の中でもそこは犯してはならない、えー、ナイーブな話であるということは当然分かっているので誰かにこれを押し付けるつもりは全然ありませんけれどそして僕は11月1日投票権を持って いませんので、えー、鶴見緑地公園での子どもお仕事をフェスティバルに、えー、取材で行ってきますけれどおまあ,あの今の 今の案で、今のこの段階で大阪市を廃止するということについては、反対であるっていうことは、これは私の意見です。今ご覧の方、あるいはその周囲の方がどう考えられるかわからないですけど、私は反対であるっていうこと、うん、それだけはこのタイミングで選挙がある前に、住民投票がある前にお話をしておこうというふうに思いました。 えー、こんな話したら、ああ、れですかね、チャンネル登録者とか減るのかもしれませんけどね、うん、それも仕方がないです。あ、電話、大丈夫。お願いします。以上です。